皆さんこんにちは、親子どんのすけです。今回はハンマーやダブハンを取るための打ち合い方の講座です。上手い人がよくダブハン取ってると思うんですけど、それには打ち合い方に秘密があると思っているので、最近5000ダメージ出した時の試合、割と流れ的に解説しやすいなと思ったので見ていきます。ダメージ稼ぐには前半で接敵回数を増やしてダメージ稼いで、後半遠距離で削るっていう試合の流れが大事って話はよくしてるので、それに沿って実際はどう戦えばいいか解説していきます。前半後半どっちも超大事です。ただ縦ハンダブハン狙うなら前半から、ハンマーなんとなく取りたいなって人は後半からの方が大事なのかなと思います。その他今回話しきれない試合の流れ作りや敵の探し方っていうのは他の動画で紹介します。説明不足なことは大体こっちで解説してます。ちなみにパーティーメンバーは園さんと正人さんです。楽しく元気にやってるので2人ともちょっとうるさいですそれではまず前半から見ていきましょう。前半は近距離の打ち合いメインの解説になります。ダメージを稼ぐための打ち合い方は、味方より前に出ながら被弾を減らし戦闘時間を増やすということ。なんでかっていうと、味方より前に出てると単純に相手と当たりやすいので戦闘回数が増えるからっていうのと、ダメージをもらってしまったら回復の時間が必要になるので、その時間ダメージを出せないから被弾を減らすっていうのが大事になっていきます。ダメージを出すためには自分が戦える時間を増やすってことが舐められてるかもしれないんですけど、本当に大事です。思い返してみてください。毎試合チームメンバー3人の中で長く戦ってる人の方がダメージ高い傾向にあるはずです。で、先にネタバレすると、この後 APEX の試合って大体全部で20分かかるんですけど、そのうち2分半で1500ぐらいダメージ稼ぎます。こういう短時間での稼ぎがないと、最近の減り早いカジュアルだと縦半以降結構きついかもしれません。それでは見ていきましょう。はい、ここ味方が1枚起こしてるので、代わりに前出てあげて1枚倒した後ですね、横でバルキリーがアビリティを打っているので、すぐにこの遮蔽の裏に隠れています。被弾を減らすっていうことは継戦能力を上げることにつながるんですけど、継戦能力を高めるためには1枚目を倒した後の2枚目への反応っていうのも結構大事で、1枚ダウンを取ったら前に出て突っ張らないで、1枚ダウンを取ったからこそ一旦落ち着いて周り見るようにしましょう。もしここで押し付けないでダウンを取った後にそのまま前に出てしまってたら、横のバルキリーのアビリティ食らって多分自分ダウンしちゃってましたね。で、一旦ここで体隠して、このバルクに気づけてなかったので味方1枚前に出ちゃってこけちゃいます。それカバーして倒して、で後ろから足音聞こえているので反応していきます。で、削った後にアーマー抜いてすぐこの遮蔽に隠れる。この遮蔽がめちゃくちゃ大事です。基本的に被弾を減らすっていう時は遮蔽物オブジェクトに隠れるっていうのが本当に大事で、で今回のオブジェクトなんですけど、今回はこういう細長いオブジェクトがあって、自分はこっちに隠れています。実は今音でしか判断してなかったんですけど、敵は2枚います。で、今2対1なので、相手からしたらさっさと詰めてきて自分のことを倒しきっちゃいたいんですよね。だからこの時に大活躍するのがこの細長いオブジェクトです。今自分がここにいる以上は、相手からしたら反対側ここにいないと射線切れないんですよね。今自分がここの緑の枠内にいて、自分が見れる場所っていうのはちょっと顔出して、ここの長いところ、横の長いところ、上のちょっと長いところ、この3方向見れるんですけど、相手が詰めてこれるルートも横の長い通路2箇所とまっすぐ、この3ルートなので、どのルートを通ろうとしてもすぐに遮蔽物に隠れられなくなってしまうので、被弾が多くなってしまいます。いや、2対1で実は見合っているところなんですけど、自分がここの緑の枠内から離れなければ、相手はなかなか詰めづらい、または詰めてきたら大きく被弾してしまう可能性があるってことなんです。なので自分はこの枠内、なんかうんちみたいになってるんですけど、この緑の枠内キープしながら打ち合っていきます。で、相手がちょっと甘い動きしてきたら大きくダメージ与えられる、そんな感じになっています。で、自分はここから離れずに、相手がもうポン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 前に出てきて、で詰めてきてくれたので何もないとこに放り出して倒しています。で、アーマーソックスワップして後ろ見る。で、ここでチェックする点が2つあって、1つ目はアーマースワップに関してですね。アーマースワップはできるのとできないのじゃ継戦能力に本当に差が出るので、パッドの人でも結構簡単にできるので、ぜひ練習してみてください。ここは別動画参考にしてもらえると嬉しいです。多分10分この動画見てちょっと練習すれば結構できるようになると思います。
で、もう一つがこのオクタンの迎え撃ち方についてなんですけど、このオクタンが来るっていうのは自分は実は足音で分かっていて、ただ1対1で向かい合ってしまうと自分は肉までがっつり削られてしまっていて、青アーマー1枚着ているだけの状態なので、おそらく削られていないであろうオクタンと対峙してしまうとほぼほぼ負けてしまうんですよね。ただ相手が来るっていうのは足音で分かっているので、エイムを置きながらこういう階段とかで角度をつけて有利に打ち合っています。で、そうするとダメージ効果が勝てて、こっちからの被弾も減らしてます。で、もう一枚削って、お互いにほぼアーマーも削ってて、結構奥多摩肉まで削れているので自分は引けますね。で、引き先で敵がいます。で、こういう自分の体力がない時に逃げ先で敵と当たってしまった時なんですけど、相手が気づいていないのであれば絶対に無視です。こういう時結構打ち合いたくなって打っちゃう人多いんですけど、 Apex っていうゲームはたとえ相手が体力150だとしてもノーダメで倒しきるっていうのは結構難しいゲームで、基本的に相手が後ろ向いてる時に自分が打ち出してもせいぜい体力有利100ぐらいしか取れません。なので自分の体力がやばい時に敵が気づいてない時っていうのはしっかり無視してあげましょう。そこら辺の細かい判断もめちゃくちゃ大事になってきます。で、この後に少し回復して、で、体力回復して相手同士でやり合ってるので魚振りに行きます。がっつりやり合ってますね。で、ここで1枚どつきます。で、こういう時もすぐ遮蔽物隠れられる位置で、また1枚倒してまたすぐ隠れられる位置で、この打ち合いですね。で、今敵には69ダメージを与えて、自分は20ダメージちょっとしかダメージ受けてないなっていう状態です。この打ち合い相手に大きくダメージを入れて、自分はほとんどダメージを受けないで済んでいます。なんでこうなるのかっていうと、まず相手にダメージを多く与えられているのは自分が先に打ち出せているからというのと、なんで自分がダメージをあまり受けていないのかっていうのは、相手が打ち返してきたタイミングですぐに体を隠せているからということです。まあ、先打ちに関しては単純に魚振りに行ったからっていうのが大きいんですけど、もうダメージを抑える動きっていうのは、相手が打ち返してくる、打ち返してきたタイミングで遮蔽物に隠れているんですよね。よくダブハンとか爪痕を取ってる配信者さんとか、まあ普通に猛者の人がよくやってる打ち合い方ですね。多少見よう見まででもできるかできないかで結構ダメージ変わってくるので、ぜひ意識してみてください。この打ち合い方してると接敵時間おのずと長くなってくると思います。で、また撃って、今回は一回体隠さないでいっちゃってるので逆に大ダメージもらってますね。で、ちょっとミスって被弾はしてしまうんですけど、後ろから別パが来てるので対応していきます。で、この後の打ち合いなんですけど、ここで今この状況なんですけど、まず自分は遮蔽物の近くにいて、相手は遮蔽物から結構遠いです。で、自分の弾はほとんどない状態、ざっくり絵で描くと、まあ、自分はすぐに遮蔽物に隠れられる状況なんですけど、敵は結構遮蔽物まで遠い状況になってしまっています。で、今自分は弾が少なくなってきているので、一旦遮蔽物に隠れるふりをすれば、敵もお、俺も弾なくなるしリロードしに行こうって言ってこの遮蔽物に隠れる動きをすると思うので、一旦隠れるふりをしてまたすぐに体を出せば、この移動中の敵に向かって弾を発砲することができます。なんで一旦体隠してまた顔出して撃つ、で、ダメージを与えたのでまた倒すみたいな感じの動きできます。で、速攻泡抜いてまた後ろから敵来てますね。めっちゃ来てます。でもここら辺からめっちゃ緊張してますね。で、またこの前に出るタイミングで被弾してしまうんですけど、また打って相手が打ち返してくるタイミングで一旦体隠して、また打ち出して体隠してマスティフ出して倒す。こんな感じに被弾減らして打ち合うっていうことが継戦能力を上げるっていうことにつながるっていうことを覚えておいてください。で、実は今全部通してみると2分ちょっとの内容だったんですけど、2分ちょっとでこんなに多くダメージを与えることができます。ただ、こんな感じで敵倒していくとどん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 部隊数減ってっちゃって、ダブハンまでは届かないので、ここからはダメージを稼ぐ動きしていきます。それでは中盤後半どうぞ。で、中盤はあまり戦闘してなかったんですけど、余裕な戦闘多かったので核入れたりなどしてダメージ多く蓄えておきました。序盤から本当に大事なんですけど、核入れるだけでダメージ1000以上跳ね上がったりするので、余裕あるときは核入れられるようにしておきましょう。で、この後後半の削りに入っていきます。後半の削りだけで2000以上ダメージ稼げるので、まあ、削り方とか一番見てほしいのは位置取りですね。そういうことにスポット当てでぜひ見ていってください。
はい、それでは後半戦見ていきましょう。前半戦と比べて中距離遠距離の打ち合いが多くなってくるんですが、さっきも話した位置取りに重きを置いて見ていってもらえるとより良い動画になるかなと思います。で、ここで左からブラハ突っ込んできてますね。で、これに対してダメージ入れるんですけど、一旦引いて巻きます。で、巻いている間に、まあ、味方が前出て1枚倒してくれてますね。で、この後1枚ダウン取っちゃってるので核入れていきましょう。核だけで100ダメージ増えます。で、さっきもチラチラ遮蔽物の近くで撃っちゃってくださいっていうことを話してたんですけど、今みたいに前に出すぎると大きく被弾してしまうので、後半以降も遮蔽物しっかり意識しながら撃っちゃいましょう。ここは反面教師。ただ前のパーティー1枚削れているのでゆっくり撃っちゃっていきます。助けてください。で、なんか後ろで助けてって声聞こえるんで、まあ後ろも来てるっていう感じですね。今の現在の状況は、まあ自分たちが大体ここら辺に行って、で、後ろからワンパここと倒したブラハのパーティーがここら辺です。で、今このまま自分がここにいると黄色のパーティーと青のパーティーに挟まれてしまうので、少しのけていきます。ここで引かないと挟まれてしまいます。で、また削って、で、今、まあ、敵が大体まあここら辺と、まあ、ここら辺にいる状況で、まあ、自分たちこっちの方に引いてったんですけど、で、赤のパーティーは1枚自分たちのこと倒したので少し前に出てくるかなっていうのを予想しています。なので自分たちが少しこう右回ってあげれば、黄色のパーティーも車線通せるし、まあ、赤のパーティーにも車線通せるのかなっていうのを予想して右回っています。で、そうすると黄色のパーティーちょっと上がってきてたので撃ててますね。で、ここで1枚倒せたので、まあ、無理やりでも核入れています。3600ダメージなので、まあ、もうすぐで黙んですね。で、無理やり核入れて、で、ちょっと弾なくなったので漁りたいですね。ただ今ちょっと漁りに前出ちゃってて、ここ黄色のパーティー1枚倒してて、で、自分が漁りに前出てたので、まあ自分たちここら辺で、赤のパーティー少しライン上げてきてて、黄色のパーティーの残りがおそらくここら辺にいるので、また自分たち挟まれてしまう状況になってるなと思ったので、また一旦引きます。で、また一旦引くと赤、黄色、青ってなるので、この三角関係が続いてお互いに車線が通り合う状況が続きます。後半の削りのタイミングでこの三角関係を維持するっていうことを考えてあげると、お互いに詰めづらく膠着状態無理やり作り出すことができるので、ダメージを稼ぎやすくなります。この三角関係のポジ取り意識し続けてあげてください。また戻ります。で、ちょっとやばそうなのでまた一旦引いて三角関係維持させていきます。ただ自分たち1名死んでるので無理やり拾いきたいですね。で、やっぱ赤のパーティーずっと右の方、黄色の方行ってましたね、この感じだと。で、この後の動きなんですけど、まあ、後ろから敵詰めてきてますね。で、ここもしここの岩裏に飛ぶことができれば、ここの岩までの距離で遮蔽物が何もない状態なんですよね。なので、あえて何もない孤立した場所に飛ぶと相手からも詰めづらい、かつ今味方が少し展開っていうか、まあバナ広いって離れていってくれてるので、そっちの方からも車線通せるみたいな形になっています。ダメージを稼ぐ一つのテクニックとして、あえてこういう場所に自分から入っていって相手から詰めづらい状況を作るっていうのも大事になっていきます。ちなみにめちゃくちゃこれ、まあ一緒に同じとこ来ちゃったのでやばいですね。で、2人で同じとこ来ちゃったので、さすがにポジやばいだろうって言って変えてます。ただ味方がずっと同じ位置にいてくれてたので、まあ、そっちにヘッド行って横から車線通すことできてますね。で、相手がどんどん奥の方に行く足音が聞こえていたので、敵がいた場所を取り返していきます。で、そうするとさっきの何もないところに敵飛び出してくれたので、またちょっとダメージ稼いで、で、またちょっとライン下げてみたいな、押し引き押し引きでダメージを稼ぐことできてます。
さっきからの削りほとんど逃げてるんですけど、アーマー割るぐらいまでしかダメージ入れてないんですよね。で、基本的に遠距離以降のダメージ交換ってめちゃめちゃに勝つことって難しいんですよ。まあ、よっぽどエイムがいいとかだったら別なんですけど、エイペックスって基本的にスキルマッチシステムである程度同じレベルの相手と当たりやすくはなってるので、基本的に遠距離の削りでそんなにダメージより取れることってないんですよね。なんで自分がダメージを入れてるときは基本的に相手も自分と同じぐらいダメージ入れてることが多いと思います。ただ遠距離ってお互いに体を隠すこともしやすい距離なので、結局自分がいくらダメージ交換買って相手に肉までダメージ入れることができたとしても、相手が肉まで巻く時間ができてしまって相手も回復中で体出してこないので、こっちからもダメージ稼げない時間が続くって感じになってしまうので、基本的にアーマー割るぐらいまで入れればグッドかなと思います。どんちゃん、どんちゃん、どんちゃん、どこ、なんか生き残りが後ろから来てますね。どんちゃん、なんかでもここはなぜか味方溶かされてるんで、ちょっと見に行きましょう。どんちゃん、どんちゃん、死んじゃう、死んじゃう、待って、やばい。いやでも2対1対1、まだある、まだある、大丈夫です。まあまあ結構相手かけてるので、この後起こしてなんとかなりました。アンチも閉まってきました。まあ、言うてもここまでで4000取れてるので、あとはゆっくりちまちまやっていくだけですね。で残り左1枚だったんで槍行きたいんですけど、クレーバー撃たれちゃったんで一貫引いてますね。で今の状況なんですけど、でさっきの色使いで言うと赤がここら辺、黄色がここら辺で起きてしっかり3人います。で青、自分たちがここにいる状況。ただ移動タイミングで黄色は結構他の2パーティーから離れてるので好きなとこは入りやすいんですけど、青と赤がどこかでぶつかってしまう可能性が高いです。なので本当だったら赤をさっさと潰したかったんですけど、赤をこう潰しに行くとなると、まあ、黄色からさっきみたいに車線通されてしまうので、逆に青の方から黄色の方を潰しに行けば、まあ青赤っていうだけにできるので、黄色の方を潰しに行こうと思っています。でも弾もないですね。でも行くしかねえで行ってますね。でここで行かないと本当に赤と当たってしまうので押すしかないですね。でただできるだけ奥の方まで行きたかったんですけど、味方こう引っかかっちゃってたんで2枚落とされちゃいますね。まあ、こればっかりは仕方ない。ただ別パも寄ってきてて1人で行くと死んじゃいそうなんで、ここでハイドしてるんですけど、相手自分のことに気づいてなくてそのままなんかやれちゃってますね。ドンちゃんがうまい。ただ別パも来ちゃって、でもさすがにきつい状況なんで無理やりリングでエリアには入るんですけど、だいぶきつい状況ですね。大丈夫、俺がついてる。多分武器も弾なくなって G7 しかなくなってて、近距離エヴァと撃っちゃってお互いにちょっと頑張ってますね。これちょっとこれ小下目は当たんなすぎなんですよね。 G7 1枚やって寄ってきたもう1枚も多少削るんですけど、まあ無理で、まあ、ダメージでは5100、まあ3位だったんですけどそこそこ出すことできたんで、まあ OK でしたね。こんな感じで前半は被弾を減らす打ち合い方、ダメージ交換に勝つ打ち合いの仕方を意識して、後半は一度意識してみてあげるとダブハンとか単純にダメージ稼ぎやすくなると思います。ぜひ意識してみてください。ということで今回の動画は以上になります。参考になったらチャンネル登録とグッドよろしくお願いします。ツイッターもやってますんで、そっちの方のフォローもよろしくお願いします。それでは以上、親子丼の好きでした。